3月以降の代理店の方とかとなんか特に理由もなくお会いする機会っていうのがかなり限られちゃってるんですよね。よくまあ名前が上がる方で言うとあの元キリンでえっとああやってまあなんかねあの特に理由もなくうんとライブをやってみたりとか。 でなんかその個人にかなりこう、えっと、依存する、まあ、あれができるからといってどれぐらい売り上げになるかなんて一旦置いといてあの、まあ、こんなご時世でオフィスにいないですし、うん、あのなかなかこう連絡取りづらいよねっていうのはかなりあの顕著に結果にも出ているので、まあ、既存の取引先に対してんこんな環境なんだけどこう連絡を取り合って、うんえー、コミュニケーションできる相手ってなると結構限られてしまっている感じは。 あそのもう2ヶ月3ヶ月になってくるとネタがないですねと直接的に商売じゃないかもしれないけどおの面白い話を持ってそうだなみたいな人があの今って生きる環境かなと思ってて、うんはい、なんか分かんないけどあの情報交換しましょうよとか、うん、<laughs> あのリモート飲みしましょうよって言ってこの人と話しても面白くないなっていうような思われるような関係値だとそれが実現しにくい環境にめちゃめちゃなってるなと思いますね。 今ってその移動というものがそもそもなくなってきていて、うんでまあ、家にいれば、多分そのインターネットをやる時間も、あのまだ僕らも調査もしてないですけど、うんあの、相対的に伸びるはずなんですよね。うん、で、その中で、じゃあ、広告体験とかって、僕らはまあこの2ヶ月、3ヶ月で、オフラインのイベントが今って全くできないじゃないですか。そのはい これもなんかやっぱその偶発的なあの出会いってマジでなくなったなと思って通りすがりにというかじゃあちょっと名刺交換からみたいな感じでお話をするきっかけってまあバカにできなかったなっていうのは、うん、すごい実感がありますねこうちょっと深い話に入れる瞬間ってそういうコミュニケーションの中だったりするっていうそうですねはいちょっとタイミングとしてはこれがじゃあ仮にオンラインだろうが オフラインがちょっと戻ってこようが変わらないだろうなと思った時うーんなんかどうコミュニケーションの形を変えていくのかっていうのは多分いろんなところが悩みどころとしてありますよね。なかなかこう切り替えが追いつかなくって <laughs> やっぱりあのあいったイベントでなんかお互いこう昔話もしながら、うん、あの飲みながら仲良くなっていくみたいなのが、うん、あのどうしてもこうブランド企業との関係構築になんか必須だったので。 うん、ここが今失われているっていうのは割となんかいやー大きいですね変わらないなと思うんですけど <laughs> いや願,願いが叶うならばかな変わらなくてい,いい方がいいなって思っちゃいますけどね果たしてズームのみで補填できるのかなんかまたそれもちょっと違う気がするしただやってみないと分からないかもしれないなとか半々な気持ちがあったり <laughs> あステップ ップを踏んでいくそのじゃあ担当者と仲良くなりました何度かこうご飯行ったりあの、うん、ザックバランに商談をしてみて2ヶ月かかっていた商談がなんかそれが瞬間で白黒つけられるっていうのは味気ないもののなんかでもその方がお互い無駄な時間を過ごさなくていいのかもしれないっていう <laughs> <laughs> そんな考え方もありだなと思ってますけどね。 まあ反対そこの順番が逆転していくっていう可能性もありますよね。知り合ってこう何か結びつくまでは早くても、まあ、そこから世の中がね直接会えるような機会こうバランスが見れるようになった時にじゃあって言ってあああの時のみたいな <laughs> 画面越しで会ってた人が今目の前にいるみたいな。<laughs> ですよねまだオフ会ですよね昔で言う。なんか変わんなきゃいけないなっていうのとオンラインだからこそみたいなのは全然まだアイディアが。 うん、あの出し尽くされてない感がすごくあるので、まだまだあの僕らがこう思いも寄らないやり方が出てくると思うんですけどね、うん。実態としては同じ状況のところがかなり、もちろん業態問わず多いかなとは思いますね。はい